皆さん、こんばんは。花江夏樹です。さあ、今日は、かげろうあの。YouTube のコメントで、このゲームやってほしいっていうコメントが結構終わって、ホラーゲームですよ。ちょっと不安ですね。なので、かげろうに詳しい専門家の先生を呼んでおります。どうぞ。どうも、かげろう専門家のリモーネ博士です。どうも、こんにちは。<laughs> どうも。 博士、たどり着いてしまいましたね、かげろうまで。とうとうこのゲームに手出してしまいましたね。ああ、もうそんなに有名なゲームですか、これ。もう数々のもう研究、検証がなされている。論文まで出ている、恐ろしい。論文まで出ているゲーム。これ実は無料版と、えっと、Steam だと、シャドウコリドっていう名前なんですけど、<A> パワーアップした有料版があって、今回は、 無料,版無料版をプレイしていきたいと思います。はい、音楽だけ聴いてると、どこか愛 c を感じさせるような、うん、まあ、銀融詩人の僕にぴったりなゲームですね。いつそれあのー、サブ職業みたいなね。<laughs> そうだったのあ、えー、サブえ、サブ職業メイン職業は声優ですけど、サブ職業は銀融詩人。相性抜群。うん、えー、カろ本来の手応えのある難易度、挑戦者。挑戦者でしょういつでも俺は挑戦者だ。 ある夏の夕暮れ時私はある路地の入り口でふと足を止めた夕立の後の蒸し暑い湿気の中奥から冷たい風が吹き抜けてくるふと幼い頃の夏の日を思い出し心の奥にしまっていた冒険心をくすぐられた私はさびれた路地へと足を踏み入れた かなり雰囲気いいねなんかこのちょっと昭和っぽいよねこれアクションボタンでライターがつけれるようになってるはずなんですけどアクションボタン右クリックですねでシフトキーで走るえここ降りても大丈夫かなグキらない、うん、やっちまったなぁ <laughs> かがんでいる間は足音を立てないちょっと走ってみてくださいえぇー <laughs>

うっせな。あれ、鍵爆竹使うのかわかった、鍵破壊すんだろ。うりお出てきた出てきたえ何階じゃないこれ何階だねこれね。鳥ですよ。よいしょ。開かないね。おうわこれはトンネルですね。心霊スポット。うわ、これは怖いぞ、かなり。 これありそうだね、こういう心霊相談ね。あえて消して行ってみる。おっと、勇気がある。怖いぞ、これ。怖い。いや、これ無理だわ。暗すぎて前が見えないね。一切見えない。怖すぎるどっち向いてるのかすらわからないね。めちゃくちゃ雰囲気。え、これフリーゲームってすごいね。あーん。あれいけないですね。ちょっと戻りますか。あれ そんな長かったっけえっあ<れ>えー、変わってますね。マジ完全,完全に世にも奇妙な世界の住人になってますね。これ本当ですかこっちも何かありますね。これンバ花じゃないですかヒガンバ花だ。まぁ走るんけよ。<ー>怖いから。怖いから走ろう。うえー、あらもう。風強いのかな今日 いざなわれてますね一応ね洗礼だよ入るぞ入るぞ誰にちか分かんねえがよお玄関まで出迎えに来るのがよお出迎えマナーじゃないのかい能面ですよマスクフェス行った時に能面10万ぐらいじゃない高かったねあれねこれ盗んだらじゃ30万やばいシーフの時にこれがあればあ鍵やったあえあれあここさっきの鍵で

えこっから？はい、これ今度は落ちないようにちょっと下から。あ <laughs> <laughs>！今今止<れ>まったの？ちょっと今大丈夫だったじゃん。ちょっと今大丈夫だったじゃん。なんだそれ？ずるだずる。ずるだね。次はもう。分かってたら怖くないね。さ、後ろは振り返らない。<laughs> いや<っ>音！音音音音。どっちここどこここどこ？やばいやばいやばいしゃん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 いってる。ちょっと隠れ隠れ。隠れ やれそうだなあのちょい赤いちらつきあ,ありますよ詰まってないあれあれ何やってんのよく見えないんだけどスタックしてやばい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 ごめんごめんってごめんってごめんってごめん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 きっとやんちゃだったんだろうな子供の頃うんあれは子供大人だね妖怪子供大人そう 大人のまま子供俺らじゃん <laughs> <laughs> ゲームやって調子乗ったりして <laughs> <laughs> そこの左ない左あっここたあったこれだ面閉めます来たか鍵がかかってるっどこだよあ,<ー>あっえおおにゃんこ信じてたぜよし,よし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  ああポイントじゃないこれよしナイスでもねこれはいここはほんとただの序章なんですよマジっすかいやもうこんなんじゃないっすよ任してくださいよ日暮らしの回廊あたりが暗闇に包まれた気づくとそこはさっきまで私がいた路地ではなくどこまでも暗闇が支配する複雑に入り組んだ回廊だった ここから出なければ。無邪気な冒険心は吹き飛び、不安と、そうしょう。しょう、そう<ョ>。不安と。おい <laughs> あ、取れる。パッシブアイテムは所持しているだけで効果を発揮します。さまざまな効果がありますが、中にはデメリットがあるものも存在します。この手鏡。 これはなんか、ま、魔除けみたいな感じじゃないですかそれは、いいっすよ。いい。じゃあ、いいというなら、取りましょう。使ってみましょう。いやっえっ <laughs> 待って。えどこここワープしてんのか曲がたま集めんのこれ。<laughs> 右上の。そうなんですけど、あれね、手鏡っていうのは、ランダムで、どこかに、 なのでじゃあもう追われても無理だっていう時に緊急回避みたいななるほどねでそれをもう使っちゃったっていう開幕でぶちかますことにより最高のスタートだしあっ今通りましたねあれあ感度悪いのかな光石これはですねはいあの自由に地面に置いたり取ったりできるんですけど要するに目印ですねああなるほどねこのアイテム取りたいけどアイテムがパンパンになら

ここんなとこからスタートだったっけあ、まあ、毎回違うのか。そのそうある程度、ちょっとランダム要素ありますね。鏡使う練習しとくいや、これ、とっさに鏡取れるかな光しております。あの、妖怪子供子供は、はい、特徴として、はい、すすりなく声聞こえます。あー、なるほどね。いやー、こ<の>怖え、この部屋。タンスも開けますよ。えっ、ここそうそうそう。はい、あ、鍵いいね。これね、重要アイテムです。鍵ね 今んとこでもあのー、子供大人はなんかちょっと確かに姿落としないっすね <laughs> うわっあ <laughs> っねえなー入りたくないあっうわノーメンもありますよえな何これノム 赤い液体の小瓶それを飲むと左下の体力が回復するあー左下体力なんだこれ一応取ってみるかおっでもおしゃれじゃないこれで子供大人に仲間だって認識されるああ確かに可能性あるあ隠れられますね来てない来てない隠れております、えー、子供大人じゃないですか一応鏡持っとこうあ大丈夫っぽいね いけそう。大丈夫だ。いやもうちょっとライター。いやライターないと無理だな。じゃああっちから音するからな。鍵がかかってるあここ開けられるんじゃないですか。開けられますよ。これよし。ちょっと待って。やだよ。フラグ。 なんかでも鍵使って開けたんならなんかないとねおかしいよねなんかないとねおっにこれ来ました曲がたまですあこれが曲がたまこれを5個,5個集めるうわーはい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 ああそ,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 そうそうそうそれで例えばそうそうそう頭いいねいいでしょう飲み込みが早いさえてるよえこれは にに向けて撃つと一時的に足伸びできるなるほどね。うん、フラッシュ効果だ。ああ、これ今飲まなくてよかったか。待って。待って。まずいこれまずいよ。やばいやばい。これまずいよ。すごい。めちゃくちゃドキドキってる。あれ見つかってない。大丈夫っぽい、ねよしよし。よしよしよし。 こういう感じか。おっ中電灯。うわいいあ、でもさ、ライターの方がよくないいや、それね、最初そう思うんだよね。うん、なんか。あとこれ電池消費あるから。え右下見てください。ほんとだ。え、じゃあ俺ライターで行くよ。電気を大切にね。あ、ここ開けてない。いいね、お、爆竹。いいですね、爆竹もなんか脅しになるのかなあっ。 とか世界来たさえてるねおねじり鉢巻きがアーカイブにスタミナを使い果たすと体力を消耗して走り続けることができるやば最強アイテムじゃん脳面何だったら脳面は着用すると視界が悪くなりちょっと本当に視界悪くなるホントだうわこれのせいかいらないよそんなのうああきたいいです神？ 待って聞こえるえ<っ>少女のすすり泣く音が子供子供聞こえますね近づいてみましょうかいやでもここ行かないとさいちなみになんですけどはい子供子供がいる場所はいまがたまあることありますええー ほら見て。ほんとだ、あれ、まがたまだやっべとりて超絶スニーキング。あの光だけをただ。見て。<laughs> 見つめて。シャガミでいく。<laughs> だんだん大きくなっていきますよ。え、今、天才的な発想だと思ったんだけどな。ダメっすね。蘇生すっか。まあ、でも鍵持ってるからね。いや、ここで死ねないね。調べる。 コンパスを探すんだだって誰黒猫のことだなるほど週末の大通りを黒猫が歩く,が歩くつながったねすべてがであの子供子供がいる場所にまがたまったじゃないですか、はい、あの鍵使わなくてもまがたもらえるんですよ、ね、ああなるほどねいやーさっきの鏡使うあれもなかったからな真っ暗にしてたせいで。<laughs> <laughs> 何の危機部が迫ってることも <laughs> 一切わからないっていう。<laughs> そうなんですよ。ちょっとちょっとちょっとやりすぎたね。え？<laughs> やばいやばいやばい。どこにいるの？これ子供子供の声。子供子供です。あ、やばい,い。子供大人も <laughs>。 子供との顔が暗闇に浮かび上がったねど。よし落ち着けい旦た落ち着けあとまだ五個あつ、ね、いやほんとだよ, <laughs> よ何5個って <laughs> でもそれにはやっぱ子どこのとこ行ってさ まああこどこと言ってね。早めにうーんマガタマもらった方がいいんじゃないのこれ。まあ取れる取れるとこでしっかり待ってこれちこれ突き破ってきますよ。怖い俺ああなるわああ痛い血吸われてる。 ねじりはちまき。<laughs> <laughs> ねじりはちまきすご。<laughs> ねじりはちまき。ねじりはちまきすごくねいいね。やばいんだけど、強。強いね。強い。ただちょっとどっかでポーション見つけたいな。 そうだねポーションもう無作為に飲み散らかしちゃうからどこにもない <laughs> 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 本当ですよ <laughs> やべえなちょっと飲み放題かと思っちゃったわいやドリンクバーじゃないですよあれつうかあれ子供子供じゃなかったよ、うん、さっきの実はね実はもう一体いるんすよいるのかあれえどっちかどっちかどっちかめちゃくちゃシャレか ちょ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 どこどこどこ,どこやばい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 ああ行ったか行ったね <laughs> あいつはそういうことかそういうタイプの敵か三 <laughs> 人いるってことか系いやこっちからはシャカシャカ言うしやってちょっと行動こ <laughs> まああ <laughs> <laughs> うまい。あ完璧ですね。ここまた来ましたよ。うわ明るいのここ、ね、助かるちゃんまうかつな動き。あいたいよ痛いた、ね、今いやまたどこちょっと待って無理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 …って待っ この音は <laughs> あれか子供子供じゃなくてさっきでも一瞬見ちゃったんだよねもしかしてそれ妖怪蜘蛛の男じゃないですか蜘蛛の男コードネーム蜘蛛の男この実況動画ではそう故障しようあのー、5個ですよね <laughs> 今今何個今0個ですよねヤバ <laughs> すぎるあ鍵 よし、2個目。神。神。はい、バクチク。うわ、もう当たりだらけかよ。これね、トカゲの尻尾。ピンチの際にその場から自動で離脱する。うわ、これ悩むなーこれ強いっすよ。これにしよう。一気増えたってことだもんね。<や>言うならば。<う>ああ崩れちゃった。てかまず鍵のある部屋を探さないといけないっすよね。まあ、そうだね。ああ、いるよ。 ケーケーいる。<laughs> とうとそこまで弱すことに <laughs>。ん。出たね、子供子供が。いや、でもね、行くしかないよね。くら。あ、くらスよ。そこかまず、一致みたいよね。 ここだよやばいぞあれでもあれを巻けば分かった爆竹で引き寄せてる間にここの部屋をあさるここだよさあ行けえ無視やばっ完全につられてますね ほら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 ね天才出たねこの間に <laughs> そこか <laughs> ちょっと待ってくれこ <laughs> れ<ごめん笑>でもさっきそこの真正面にいたってことだよね。こうね、目の前。よし来たやっと <laughs> ああぁ一個 <laughs> 本当であれば二個だったはずが。くそう。 2個しかないよ<ス><ス>